とやめてください。いいからほら行きましょう、竜宮城行きましょう。いや助けてでもないのに連れて行かれる。助けてないのになんで連れて行かれてるんですか。実は今乙姫様がお腹を空かせてしまい怒っているんです。え、誰でもいいから食わせろって。いや思ってた乙姫とイメージ違う。人間を食べるってどんな乙姫様なんですか。はい、乙姫様は体長8メートルの巨体で非常に凶暴な性格の大男です。女ですらなかった。基本的に乙姫様は足から行きます。え、一番美味しい頭は最後に楽しむんです。美味しいところを最後に取っておくタイプ。乙姫様は食事中に口を閉じないので音がすごいです。え、くちゃくちゃと。いや乙姫くちゃら。乙姫様はそんな人間ばっかり食べるんですか。いえ、人間を食べるのは今回が初めてです。え、一番の好物は亀なんです。え、じゃあなんで私が連れて行かれるんですか。僕の代わりに誰か食わせたいなと思って。こいつの身代わり。僕が昔から仲良くしていた亀たちはみんな食べられてしまいました。あ、それは辛かったですね。はい、乙姫様が僕を食べたいって言ったので僕の代わりに差し出しました。仲間も身代わりに。あー最悪だ、竜宮城はもっと天国みたいなイメージだったのに。まあまあちゃんと行けるから大丈夫ですよ、天国にはね。腹立つこいつ。僕はこうやって生きてきました。これが僕のやり方です。こうやって寿命が尽きるまで生き抜いてやりまんねん、亀だけにね。下水ごとゴリゴシですがすがし。あ、乙姫様だ。乙姫様、僕の代わりにこいつを食べてください。え、助かった。遠くからわずかにくちゃくちゃ聞こえる。はい、静かに授業始めるわよ、静かにって。誰も喋ってなかったね、うるさいのは私だったということでね。じゃあ授業始めていきたいと思います。あれ、南先生、こんな時間に何やってるんですか。もう夜の8時ですよ。今明日の授業のリハーサルをしていたんです。いや、リハーサル、いやいやいや、リハーサル自体をやるのは別に構わないですけど、わざわざ生徒まで全員集める意味あります、こんな時間に。でも生徒がいないとリハにならないので。いや、それもう本番やん、生徒も付き合わされてかわいそうですよ。先生、いい加減にしてくださいよ。そうやそうや、リハーサルの邪魔しないでくれよ。いや、わしに言ってた。なんでこのクラスリハに前向きなん。あれ、待ってください、後ろにおばさまたちがいっぱい立ってますけど。はい、明日は保護者参観日なので。いや、親もリハで呼んでんの、いろんな人に協力仰ぎすぎやろ。はい、じゃあ授業始めるわよ。はい、そこ授業中におしゃべり、いつもはしてるんだから静かにしない、ちゃんと本番を再現して雑談しなさい。はい、そこもちゃんといつも通り早弁する。いや、何その注意、リハの注意やん。すみません先生、教科書を忘れました。それはどっち、再現してあえて忘れてきたのか、このリハに持ってくるのを忘れたのか、どっち。普通にリハに持ってくるのを忘れちゃいました。リハをなめんなよ、しっかりしろ。いや、リハに気合入りすぎやねん。お前リハで忘れたんやから明日も絶対忘れてこいよ。いや、なんでリハに合わせるん。あと先生、はい、こうやってリハに乱入してきたわけですから、本番でも絶対に乱入してきてくださいね。いや、わしもリハに飲み込まれてもうと。本番でセリフ一字一句でも間違えたら許さないですからね。いや、怖い怖い、もう何言ったか覚えてないです。ちょ、待ってください、僕はそんなの無理ですよ。いやいやいや、リハ舐めてるんすか。先生、リハをバカにしないでくださいよ。私たちは本気でリハをやってるんです。いや、怖いんですけど。何このリハへの異常なこだわり。あ、授業終わったわね。じゃあ今日のリハーサルはこれで終わりです。先生、今日も練習に付き合ってくれてありがとうございます。あ、いえいえ、今日もお疲れ様でした。じゃあ本番は明後日なので、明日の夜も同じこのメンバーでリハ練習しましょうね。はーい。あー、昨日のリハにたまたま乱入しちゃったせいで完全に練習に巻き込まれてもうた。エリカちゃん、すぐ助けるからね。お、お願い。君には死んでほしくないんだ。うん、早く持ち上げて。僕はずっと君が好きだった。え？よかったら僕と付き合ってください。いや、この状況で告白してくることある？これ断っても助けてくれるんかな？ずっと告白したかったんだけど、今がチャンスだと思って。いや、確実にオッケーもらいに来てる？断ったら落とすぞ的なことやんな。絶対。うん、付き合おう。だから早く持ち上げて。あ、ちなみに助かりたいからって嘘を言うのはやめてね。え？僕は本音が聞きたいだけだから。じゃあ今告白するなよ。ずるいね。死ぬくらいなら付き合った方がマシですっていう本音を言ったら落とされるもん。本音で付き合いたいよ。嬉しいよ。じゃあ早く持ち上げて。君とは生涯を共にしたい。僕と結婚してください。いや、今がチャンスや思て畳みかけてる。この状況を利用して全部決め切ろうとすなよ。見て、実は今日婚約指輪を準備してきたんだ。いや、もしかして私計画的に落とされたんちゃう。そういえばこいつが誘導した崖に来たら急に崩れたんや。もう分かった、結婚でも何でもするから助けて。オッケーです。じゃあ持ち上げます。ケースだわ。あれ、やばい、
ない。え、力が全然入れへん。はぁ、もう腕に限界来てた。いや、なんしとんねんお前。ダメだ、もう手を離すね。叫んだよ、私は絶対に手離せへんからな。え、せめてあんたの道連れに。大丈夫ですか、下でキャッチしましょうか。いや、崖低かったんかい。もっと高いんと思ってたわ。でも、これは僕がキャッチしないと足を骨折するかもしれませんね。え？よかったら僕と付き合ってください。いや、お前もかい。クソばっかりやないか。はい、もう付き合います。飲み会二人で抜け出してきちゃったね。こんなの初めて、ドキドキしちゃう。で、この後どこ行く？じゃあ終電も近いし。え、何？今日はもう帰ろうか。いや、二人で飲み会抜け出しといて持ち帰らんやつおる？おかしいやろ、どないなっとんねん。あー、でも酔って一人で帰れない。一人で帰れない。一人で帰れない。一人では。え、マジ？じゃあ漫画喫茶で寝たら。いや、こいつなんで二人で抜け出したん？抜け出したからには他にも抜かなあかんものがあるやるがい。あー、めっちゃ揺れる、めっちゃ揺れる。これ見て抜けるもの何が思い浮かぶ？床が抜けそうだね。いや、なんやこいつ。オスとしてどないなっとんねん。床抜ける前に拍子抜けやで。ちょ、お前ええ加減にせよ。え？抜け出したからには他にも抜かなあかんものがあるやろが。いや、そういう気持ちはあったんだけど、君が高嶺の花すぎて緊張しちゃって。いや、そういうことかいな、そういうことかいな。何緊張して固まっとんねん。もっと硬くならなあかんところがあるやろがい。じゃあ合意ということで、ちょっととアパホテル行こうか。いや、それはいけないよ。え？なんでや？だって俺、彼女いるから。いや、彼女おるだなんて、そんなこと知っとるわ。その上で関係あらへん言うとんねん、わしは。彼女いるのに大丈夫なの？大丈夫やがな。でも俺、全身にアシュラのタトゥー入ってるけど大丈夫？え？しかも彼女は怒ると何をするかわからない暗殺術の達人だけど大丈夫？え？しかも俺、自分の髪の毛を抜くという意味不明なフェチがあるけど大丈夫？いや、そんなん全然大丈夫なわけあるかいな。さすがに無理やがな。今日はやっぱりなしや。なんだ、がっかり。他にも抜かなきゃいけないものがあるって言ってたくせに。今回は残念ながら、わしが腰を抜かしたってことやな。お疲れい。どうしたんどうしたん、サオリン。ここお寺やんな。何しに来たん。いや、別に。え、なんなん、教えてや、サオリン。隠し事するような仲ちゃうやん。はじめまして、よろしくお願いします。え、なにこのおばはん、誰なん。私の後ろについてる守護霊見えますか。え、俺。はい、老人の霊が見えております。え、俺のこと見えてんの。だな、守護霊やらせてもらってます、チーズ。こいつを除霊してください。俺守護霊やで。守護霊は悪い霊ではないんですけど。構いません。こいつずっと喋ってきてうるさいんです。いやいや、わしはサオリンのことを愛して愛してずっと守ってきたんやで。ガチラブやで。跡形もなく消し去ってください。いや、マジか。さすがにガビンやねんけど。じゃあ除霊を始めます。マジでやんの。冗談やろ。冗談やんな。ドッキリやんな。はぁ、ほんまにわしとお別れやで。ええんか、寂しくなるで。うわ、引っ張られてる。ちょ、ほんまやめて。マジでやめて。やっぱり止めてください。ほい、こんなの違う。サオリン、もっと苦しめるような除霊のやり方でお願いします。いや、容赦ないやん。そんなに嫌われてた。わかりました。痛みを与えながら除霊します。嘘やろ。はぁ、痛い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 。やめてやめて。痛い、痛気持ちいい。マジでやめて。手強いですね。はぁ、絶対に耐えたるからな。絶対に。なんて粘着質。はぁ、うわぁ、ダメだ、取れない。しょら、勝った。見たか、ほら。え、除霊できないんですか。無理です、強すぎます。え、さま見ろ。くさぁ、なんで俺がこんなことされなあかんねん。腹立ってきた。憎しみが膨らんでゆく。憎しみってタイム。まずいです。悪霊になっていきます。え、こうなったら手がつけられません。お前の体を乗っ取ってやる。はぁ、若い女の体をゲット。さーて、この憎しみを持って渋谷のスクランブル交差点でむちゃくちゃやってやろうかな。すいません。ん？今って西暦何年ですか ?2021 だけど。なんだって。え、何？まさかタイムスリップ系男子。はい、しかも記憶までないんです。なんで？さっき UFO に連れ去られて脳をいじられてしまったので。お兄さん、ダブルでヤバすぎ。いえ、私男じゃなくて女です。え、さっき男性とぶつかった拍子に心が入れ替わっちゃったんです。いや、いろんな設定入りすぎて渋滞しすぎ。同時進行でドラマみたいなの起こりすぎじゃね。どうしたらいいですかね。いや、それを強めのギャルに相談しちゃうところがマジ渋滞体質。あと、とある組織からも追われてるんです。まだ追加設定あんの。黒服でグラサンの男たちから逃げ切らないと賞金がもらえないんです。いや、ドラマのみならず逃走中の設定まで入ってるとか、もはやいけねえ。もう私の知能では追いつけない状況なんですけど。だったらお姉さん、勉強しろ。そして東大へ行け。いや、別のドラマの設定、私まで巻き込んでくるの、もはや光栄。てか、この状況を解決するの無理ゲーじゃね。どうするつもりなの。早く目が覚めて変な夢だったなって思いたいです。確かに夢落ちってマジ万能。おっしゃる通りだよ、もんだわ。てか、お兄さんヤバすぎなんだけど、結局何してる人なの。はい、今街行く人に渋滞した設定で話しかけたらどうなるのかっていう企画で撮影してました。いや、底辺
YouTuber の企画だったんならチャンネル名教えて。登録するから。